こんばんは、戦国どうでしょうです。今回のどうでしょうはこちら。漫画で読む井伊直政とその一族、以前紹介した本なんですが、ちょっと読んでたらすっごい面白いことを発見してしまったので、ちょっと緊急で第2回ということをですねやっていきたいなと思います。何が良かったかというとですね、最後のほんと数ページです。表紙こっちですね、最後こっちですね、もうほんとこれだけです。この漫画自体が、この本自体が160ページぐらいなんですが、見たいページは154ページ、152ページぐらいからですね、ほんの10ページぐらいのところにですね、すごい面白いこと書いてあったので、今回ちょっとそのエピソードを紹介していきたいなと思います。で、誰かというと、2人の人です。龍丹寺のお坊さんの話ですね。龍丹寺はですね、ドラマ中だと3人の人物が出てると思います。まず1人目が、当然ながら南慶和尚と、諸説あるんですが、直平、いわゆる慈子様ですね、もう亡くなっちゃう、死んじゃいましたけど、戦死しちゃいましたけどの、息子という説があります。もう1人が決山さんですね。もう1人が光天さんという、3人の方が名前ありのキャラで出てると思うんですが、まず、南慶和尚は実在の人物だと思ってたんですが、残りの2人ですね、なんとなく名前つけられて、モブキャラかなと思ってたんですけど、実はそうじゃなかったと。月山さんと光天さん、ここに人物辞典に出てました。びっくりです。実在の人かというぐらいの方でした。驚きでした。で、決山さんがですね、結構劇中だと武闘派みたいなイメージがあって、直虎がどっか行くと護衛についてったりだとか、武器持ってというイメージがあったんですが、当然ですね、もうこれ読んでってびっくりです。虎松くんがですね、名前変わると井伊直政となるんですが、その直政の馬回りとして、出ていくと、戦にもですね。で、なんと有名な小牧長久手の戦いにも従軍をしていると言われるぐらい、武闘派のバリバリの坊さんですね。で、その後すごいのが、南慶和尚、当然命永遠じゃないですので亡くなりますよね。その亡くなった後にですね、龍丹寺を継いでしまうと、つまり、南慶和尚の後の、龍丹寺の元締めという方だそうです。これびっくりですね。名前もちゃんと決山宗俊っていいのかな、決山宗俊というふうに、名前出てます。で、もう一人の光天さんも同様ですね。光天さんも、名前出てます。劇中には出てるんですけど、光天さんも、小牧長久手の戦いに従軍するほどの武闘派だと。槍持って、私の槍がなんて言ったシーンがあったので、相当の訓練積んでる、お寺が武装するっていうのは、自分の寺領を守るためによくあった話ではあるので、おかしな話ではないんですけど、まさかね、そんな実在の人物だったとはちょっと思ってなかったので、またこの本ね、面白みが増えて、もうまた何回か読まなきゃいけないかなと。もっと読み込むと、もっといろんな発見があって面白いんじゃないかなと思ってます。